はい、こんにちは。アルブル木工教室の辻です。電動工具の、紹介ということで、僕ら一般的に家具で使ったり、家具製作で使ったりする、電動工具、いろんなメーカーがあるんですけれども、その中で、DIY 向け、家庭で一般的に使うのに、リーズナブルで程度をこなしているものというのはないかと探していたらですね、Amazon で、見つけたんですけれども、プリメロという、ブランドが、ちょっと見つかりました。ですごい、安いで、その中で、とりあえず、4点を、家具 DIY で、よく使いそうなものというのをですね、購入してみまして、使い勝手などもちょっといろいろ試してみながら紹介したいと思います。で、いろんな、メーカーあるんですけど、前ちょっと何かの動画でお伝えした通り、僕らはこのコードが、あるタイプですね。これをおすすめしてます。なんでかっていうと、例えば丸ノコとかで、そのバッテリータイプのものとかだと、その電源の抜き忘れで事故につながることもあるので、もう必ずその電源のコードを抜き差しすることで、その安全確認をするという意味で、家庭で使う場合で、あれば、そのコードがついているものでも、いいのかなというふうに考えています。バッテリータイプのものはどうしてもちょっと、値段が高くなってしまうので、私たちが、DIY、家庭用で使う、もしくはその電動工具を使う初心者ということであれば、コードを、あるタイプをお勧めしています。はい、じゃあ、この、今ですね、前に並んでいるこれがプリメロのメーカーですね。プリメロの電動工具です。で、多分おそらくその Amazon と、高木で、共同開発という形で Amazon 限定ということで、売られているというような形の、電動工具プリメロということになってます。で、目の前にある4点で、ちょっと今日これを使っていくんですけど、何かというと、まずこれは、コーナーサンダーですね。はい、研磨をする、道具です。で、こちらが、電動ドライバー、ドリル&ドライバーですね。ネジを締めたり、もしくは穴を掘ったりというような形のものになってます。はい、で、こちらが、ジグソーですね。切断するものです。で、こちらが丸ノコ、こちらも切断するものです。で、ジグソーと、丸ノコで、それぞれ違いがあって、曲線切りに、適しているもので、こちらは直線切りしかできないものというような形で、大体、DIY にこれがあったら、大体なんとなく、箱だったり、ちょっとした、椅子のようなものだったり作れるんじゃないかというものを、とりあえずレビューしてみたいと思います。はい、で、僕も初めそうだったんですけど、電動工具買うときに、いろんなメーカーのものをバラバラで集めるよりも、やっぱりこういうふうに、なんでしょう、色とかトーンが揃っている方が、テンション上がると思います。実際に片付けるときにも、なんでしょう、こういうふうに色が揃っていたら、一つのブランドで統一していく、目に見てもうるさくないというような形で、まずはプリメロなんですけど、この色が結構いいなと思って、白なわけじゃなくて、ちょっと、くすんだ、グレーですね、みたいな、形の色です。で、あと形もすごいシンプルで、なんというんでしょう、無印良品のような形の製品の印象を受けます。はい、まずこれがコーナーサンダーです。ここが、マジックテープの形になっていて、で、これが付属していました。こういう形で、そのサンディングペーパーですね。で、番手がこういう形ですね。80、120、180ということで、順に細かくなっていってると。で、これをここにペタリと貼って、で、この穴が開いているのはこの囚人ホースですね。こちらからその研磨した、木くずというのを吸い取る形でついてます。またその囚人機やその掃除機に、取り付けるときに、またそのホースが、きちっと合うものを選んでもらえれば使えるのかなという形です。で、これをこういうふうに貼り合わせて、はい、で、ちゃんとあれですね、マジックテープが密着してくれますね。結構これ取れやすいものもすごいあるんですけど、このプリメロに関してはすごいきちっとついてくれます。はい、
はい、それではちょっと実際に、まあ、木を削ってみようと思います。まあ、よくあるのが、まあ、研磨の仕上げですね。仕上げになるんですけど、今回は、まあ、削り具合を見るためにちょっと墨線をこう鉛筆で引いてそれを削ってみたいと思います。で、コーナーサンダーのこのとんがってる理由としては角みたいなところを、何でしょう、削りたい時っていうふうにここが尖っている方が削りやすいですよということでこういう形になってます。今回はSPF 材をちょっと削ってみたいです。で、ここにスイッチがついてますね。ちょっと一回電源入れてみます。はい、まあ、音も静かですね。で、まあ、持った感じの振動も、はい、音は静かですね。持った時の振動もまあ結構少ないのかなという形です。で、まあ、ここスイッチが、オンオフ、こういう形で、はい、うん、そうですね、まあ、電源入れてすぐ、動いてくれるというような形です。で、結構軽、持ってみて軽いんですね。で、女性の方でもおそらくグリップしやすいんじゃないかなというような印象を受けました。結構、まあ、サンダー、大きいものになるとなかなかこう男性でも握るのが大変だったりするんですけれども、上からこれしっかりこういうふうに、力が加わるようになってますので結構、まあ、使いやすいんじゃないかと思います。はい、で、まあ、削って、こういう形で、そうですね、ちょっとまあこのペーパーの方も摩耗してくるので、まあ、変えながらやるんですけれども、結構まあペーパー自体の耐久性はちょっとあんまりないかなと思います。ただ削れるのは綺麗に削れてるんで、問題はないかなと思います。試しに今度180番でやってみましょうか。はい、これでじゃあ電源を入れて仕上げに入ります。はい、うん、綺麗に削れますね。まあ、僕らは木工教室なのでかなり頻繁に、使う、毎日、使う電動工具ばかりなんですけれども、家庭用で使うには、十分いいのかなというふうに思います。交換式のシートというのも一般的に売られているようなので、これをまあ買って、何かを作るときにはまあ十分耐えうるのかなという形でした。はい、うん、綺麗に削れます。もう十分あの DIY 用としては、性能としてはもう、十分なのじゃないかなと思います。一番、まあ、これ使っていて、嬉しいのはこの速度調整ができるってことですね。